はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、結構久しぶりになるのかな、主人公最強系の、漫画ですね。ナロー系漫画で、その中でもただ単純に主人公が強いんじゃなくて、こう能力的に強いっていうのはまあもちろんあるんだけど、作中の中で最初から最強というわけではなくて、頭を使ってね、こう最強になっていくっていう、それでいてね、ちょっと作風もダークな感じ、主人公最強系漫画になります。これね、読んでめちゃめちゃ面白かったので、ちょっとおすすめしたいと思って今日動画撮ってます。今日紹介する漫画はね、こちら。最強の支援職魔術師である俺は世界最強クランを従える。まあ本当タイトルで全てをネタバレしてるんだけど、この魔術師という能力を持ってる主人公っていうのが仲間を集めてね、最強の自分の仲間を従えて世界最強になるというお話。だから主人公の能力だけじゃないんでね、仲間を集めてっていうところがポイントだかな。これね、本当に面白いです。まあ簡単にあらすじをね、紹介していきましょう。英雄だった亡き祖父との誓いを果たすべく、最強の探索者を志す少年のノエル。まあこのおじいちゃん、もう本当世間的にもうおじいちゃんはすごい勇者というか、英雄として崇められている中で、やっぱそのおじいちゃんに憧れて、おじいちゃんと同じ道っていうのを志してるんだよね。うん。で、この世界ではある一定の年齢が来た時に能力を授かると。で、その人ですごい楽しみにして毎日訓練を、ね、体を鍛えたりとかそういう訓練をしながら、その能力発現の日を待つと。しかしね、その能力発現の日に、彼に発現した能力、職能っていうのは、戦闘に不向きな魔術師という能力だったと。まあ、魔術師、まあ、この会話で人を従いさせるっていうね、まあね、いろんな漫画を読んでる人からしたらさ、この能力めっちゃ強いんじゃないと思うけど、やっぱこの世界では、不遇とされる能力なんだよね。やっぱり戦闘系の能力が一番強いとされてると。この主人公自身も、自分がこう戦闘系の能力を得て、自分でこう敵を倒していくっていうことを目標としてきたから、やっぱりショックを受けるわけよ。しかしね、まあ祖父からね、すさまじいこの探索者になるための、修行を受けたから、まあ強靭な精神を持って、ね、そういう能力、戦闘に不向きな能力だとしても、この魔術師という能力を使いながら、知略と魔術で、この世界の最強への道を駆け上がっていくというお話です。うん、で、おじいちゃんは話の途中で、まあ、亡くなってしまいます。うん。まあ、その理由っていうのが、まあ、この主人公を動かす、主人公を世界最強へと導く、さらなる、なんて言うんだろうな、力の源となっているような感じ。ぜひね、僕は4話、5話ぐらいまでは読んでほしいです。このね、主人公はこう最強へを目指すためにね、いろいろ、ね、やってるんだけど、まあ、いろんな裏切りにあったりだとか、自分よりさらに強いやつが出てきたりだとか、もうほんと、結構挫折の連続なのよね。その挫折っていうのをこの主人公ノエルっていうのが、まあ強靭な気持ちで乗り越えていく。それで世界最強への道、自分にでタイトルにもあるように、自分一人じゃ世界最強になれないから、仲間を見つけて、最強の仲間を引き入れて世界最強今日のチームを作るっていうことが、この物語の主軸ですね。だから主人公一人で最強になろうっていう漫画ではないです。うん、そこがまあちょっと面白いところかな。まあよかったらね、ぜひこちらの世界最強の支援職魔術師、めちゃめちゃ僕は面白いと思いました。うん、ちょっとほんとダークな作風が好きな人っていうのはハマると思います。ただただ単純に主人公強えっていう漫画ではないですね。それをさらに一歩超えた面白さがある漫画かと思います。よかったらぜひ一度読んでみてください。ちなみにね、こちらの漫画は Google とかサファリとかでコミックガルドって打ってもらったら、こちらね、こんな感じでね、最初の何話かは無料で読めますんで、まあ、よかったらぜひね、ネットでね、この、ね、普通にこのアプリとかじゃなくて、このネットで読める漫画なんで、よかったらぜひ一度読んでみてください。めちゃめちゃ面白いです。最強の支援職魔術師。ね、かなり今来てる僕は、俺杖系の漫画かなというふうに思いますんで、よかったらぜひ一度読んでみてください。それではね、今回僕のこの話を聞いて、この漫画読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。読んだよという人はね、下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。